大日本印刷とアノトマクセルは2009年12月に発売を開始したデジタルペンを使った会議プレゼンテーション支援システムオープンステージを国際フラットパネルディスプレイ展に出展しました。手書き文字の入力ツールだと思っていただければいいんですけども、まあ、大きな特徴はこういうホワイトボードからそれからまあディスプレイとかそれから紙からいろんなところから入力できるというところがまあ大きな特徴とあと非常に精度が高いということが言えると思います、はい、このシステムはデジタルペンとデジタルペンで手書きした情報を表示するソフトウェア手書き情報を識別するドットパターンが印刷された専用紙を出力するプリンター用ソフトウェアプロジェクターを投影するドットスクリーンで構成されています。紙の資料にデジタルペンで文字や絵を描くとリアルタイムにホワイトボードに表示させることができるので会議・プレゼンテーションの場において出席者全員が情報を発信することができます。こういうドットが印刷されておりましてこのペンの先にカメラがついてます。でこのペンをメディアに当てますとペンの方で写真を撮っていきます。でこの写真を撮ると次にこのパターンをですねある、まあ、公式に入れますと、XY 座標が出てきます。でそれを、まあ、一筆書きのようにたどっているのが、まあ、この仕組みになっています、はい、デジタルペンで紙に書いた手書きデータをデジタル化するのにアノトマクセル社の技術が使われています。デジタルペンはペン先を変えることができボールペンで実際に紙に書いて残すこともできます。プロジェクターを投影するドットスクリーンは大日本印刷が2009年5月に開発したもので薄いシートに固有のドットパターンを印刷したフィルムに表面加工をしたものです。今回はオープンステージに対応したディスプレイも参考出展されました。今後はスクリーン、紙、ディスプレイでデジタルペンによる入力ができるようになります。 Dig Info News